今ですね、昨日、夕方にドローン飛ばしてたらですね、墜落してしまいまして、ドローンをですね、ちょっと回収しに行くべく、ここは登山道じゃないんですけど、マリシテン沢というところですね、今上がってます。これは登っていくらちょっと怖いですね。迷います。いや、沢の中ほどまで上がってきたんですけど、どうにもこの壁が越えられないですね。今映ってる GoPro 以上に急ですね。ものすごい急で、足がかりがなくてですね、全部脆い岩盤になってるんですね。なので足や手かけるとそこが崩れちゃうので、かなり危険です。でもしこれ以上、登って、仮にドローン見つけられたとしても、無事に降りてこれる自信もちょっと僕の技術だと難しそうなので、ちょっと残念ですけど、ドローンを回収するのは諦めて、今日はおとなしく帰ろうと思います。さすがに怪我したり遭難したりはしたくないので、残念ですが、帰ることにします。一回振り返って見てみると、こんな感じの沢の道で、もうすごい急登の連続ですね。あそこ以外はとりあえずは大丈夫そうだったんですけど、あそこがどうにも越えれそうなイメージがなくて、怪我しそうな予感がするので、ちょっとやっぱりそういう勇気も、諦める勇気も大事かなと思いました。正規の登山道じゃないので、人が通らないとこなんで、ちょっとテント装備で斜度上がるのは厳しかったんで、ちょっとここに置いてきました。戻ってきました。ドローンを回収できなかったのはしょうがない。南沢をだいぶ下ってきました。あともうちょいで山荘あたりに来るんじゃないかと思います。はい、で港山荘のところまで降りてきました。スイカが500円。この辺も食べたいですけど、港口まで先に降りちゃいます。あとは港口まで、未舗装のロードがひたすら下りが続きます。あと1時間弱ぐらいだと思います。駅は気づかなかったんですけど、こんなとこにお地蔵さんがありますね。帰りはですね、車道じゃなくて、そのおじさんが、ショートカットで使ってたトカットルートらしきものがですね、あったっぽかったので、ちょっと帰りはここに入ってみました。
なんかさらに別の道と合流しましたね。道合ってんのかな。一回車道に戻ってきたのでルートで間違いなさそうです。あともう一箇所ショートカットしてましたね。二つ目のショートカットのとこに入りました。こっちの方が方角的にはショートカットになりそうな感じがしてちょっと期待してます。はい、もうすぐ元の車道に戻っちゃったんですけど、こっちはかなりショートカットになりましたね。すごい良かったです。2箇所以外にもなんかショートカットできそうなとこあるんですけど、なんか道迷いとかも怖いのでやっぱり車道を歩いてるのが安心ですね。駅も最初の方この橋渡りましたね。いやもうほんとあとちょっとでゴールですね。嬉しいです。無事出発地点の八ヶ岳山荘に戻ってきました。怪我なく無事帰ってこれて安心しました。よし、じゃあ無事下山しましたので生ビール飲みます。いただきます。はい、長野といえばそばですね。ざるそば注文しました。登山後のご褒美です。八ヶ岳高原ヨーグルト、生乳 88% 以上だそうです。どんな味がするのかちょっと食べてみます。の八ヶ岳、登山、八ヶ岳登山ですね。無事、帰ってきて、終了になります。実は大アクシデントがありまして、ドローンをですね飛ばしている途中にですね実は墜落してしまいました。墜落した場所がですね、GPS で、追跡可能だったんですけども、八ヶ岳のですね行者小屋から近い、マリシテン沢というところにですね、その沢の先に墜落したみたいだったので、その沢、普通は登山道じゃないんですけれども、そこに行って、回収できるような、ところなのであれば回収に行こうと思ってちょっと行ってみました。実際ですね、沢に行ってみたところ、とても僕の技術じゃ登れるような場所じゃないところで、かなり危険な斜度の、岩場でした。もし、無理に行ったとしてもですね、帰りに大怪我をしたりとかして、自分の体に何かあったらですね、それが一番大変なことになるので、今回非常に残念なんですが、ドローンを墜落して、紛失してしまいました。1日目の夜に、星空がすごい綺麗に出てました。で、天の川すごい綺麗に撮れました。後で動画の中にもですね、天の川の写真入れておいたんですけども、非常に綺麗な天の川が撮れたのはすごく、自分としても嬉しいことでした。なので、今回、失ったものは大きいんですけれども、得るものもありましたし、何より、いつもそうなんですけど、無事で、
下山できたっていうことが、何よりで、まあ、登山のスキルも経験値も上がっていって、また、次の山にですね、どんどんチャレンジして、まあ、ドローンはまた、分割払いで買えばいいかなと、そう思い聞かせて、聞かせることにしようと、思いました。以上でですね、本日は、八ヶ岳の登山の、動画終了になります。